て太田もたくさん車が、ね、あるんですけど、はい、今回どの車にしようかなという感じなんですけれども、はい、まあ、ちょっとですね、はい、こちらのお車ですけど、こうフロントとサイドが少しカスタマイズしてますか。はい、そうですね。どうもね、こういう車に惹かれるんですね。っていうのはベース車があって、はい、ちょっとだけカスタマイズしてると、やっぱり個性的ですし、はい、ね、まあ自分の色っていうんですかね、そういうのがね、はい、出せるということで、今回じゃあこのフォレスター、はい、選んでみたいと思いますが、はい、グレードはどんなグレードになるんですか。はい、こちらは XS というグレードになります。はい、ノンターボ。そうです。ミッションはオートマチックですね。はい、で AWD ということですね。はい、じゃあ今回ですね、気になる車このフォレスターを選んでみたいと思います。場所移動しましてじっくりとご紹介していきます。さあ続いて今回の気になる車フォレスターね、はい、じっくりとご紹介していきたいと思いますが、その前に評価書をご覧いただきましょう。はい、こちらの評価をいただいているお車です。はい、内装が星3つ、3つ、外装が星2つ半、評価点が4点のお車になります。はい、総合評価はね、はい、ほぼ真ん中ぐらいなんですが、はい、内装に関しては星が3つということで、はい、満点をいただいているお車ということですね。そうですね。はい、ではじっくりとご紹介していきたいと思いますが、さあ今回の車、気になる車ですけどもね、フォレスターということですけれども、はい、冒頭でもちょっとご紹介しましたが、はい、まあ、いろいろなオプションがついてるんですね。はい、で最初にこのボディカラーなんですが、はい、まあ、シルバーにもちょっと見えるんですが、はい、少し違うような感じもするんですね。はい、こちらのボディカラーがスパークシルバーメタリックという色ですね。はい、スパークシルバーメタリック、はい、まあ、ちょっと光の加減によっては少し白っぽく見えたりするのもありますし、はいはい、これが特徴的で、ただのシルバーではない、はい、これだけは分かっていただきたいと思います。はい、そして、最初に触れた、まあ、オプションですけれども、はい、これね、一周ぐるっとアンダースカートがある。はいはい、まずフロントですが、そうですね、はい、こちらフロントアンダースカート、こちらが、ディーラーオプションのものになりますね。はい、ディーラーオプションということなんですね。はい、これは印象が、まあ、かなり変わってきますけれども、はい、ね、表情が違うというのは大きな、ね、一つ特徴だと思います。はい、それからサイドもそうなんですね。はい、こちらも、ディーラーオプションでサイドアンダースカート、こちらも装備されています。はいはい、まあ、ですから前とまず横ということなんですよね。はい、こう全体のイメージがフォレスター、ね、変わりますけれども、はい、なんかこう重厚感が増すというかね、はい、こうどしっと、はい、構えている印象っていうのがね、はい、こういうアンダースカートがあるとありますね。それからリアですけども、はい、こちらも、ディーラーオプションでリアアンダースカートがついております。ということなんですね。でリア、まあ、後ろから車ね見られるケースっていうのはね、はい、かなり多いんですけども、これも重厚感を増す、まあ、オプションの一つとしてはいいですよね。はい、まあ、少し全体的には走りという面でもね、はい、アンダースカートね変わってきますんで、この辺はポイント高いんじゃないのかなと思いますよね。はい、ということで、まあ、フロント、はい、サイド、リアということでですね、ぐるっと一周アンダースカートがあると、はい、いうことになってますね。これは個性的な一つオプションでございますので、はい、いいのかなと思いますね。で、ちょっとですね、中も確認していきたいなと思うんですけれども、はい、これナビゲーションが、はい、ついておりますね。そうですね。はい、こちらがですね、カロッツェリア製の HDD ナビゲーション、こちらがついております。はい、これがですね、カロッツェリア製のナビゲーション、はい、これハードディスクと、はい、いうことになりますけどもね、はい、ナビもついているということで、はい、さあ紹介しているフォレスターですけれども、まあ、内装星3つと高評価なんですが、はい、車の詳細も、はい、はい、お願いしましょう。はい、平成22年10月登録で走行距離はおよそ2万1000キロの車です。はい、車検はどうでしょうか。はい、27年10月までついております。はい、ではこの10号車、今回の気になる車、フォレスターですが、ズバリお値段もお願いします。はい、消費税込み189万円です。なお諸費用リサイクル料金は別途申し受けます。10号車は22年式フォレスター 2.0XS AWD オートマチック車の1台です。お値段は189万円です。内装は星3つという、ね、はい、高評価ですからね、早めのご来店をお願いいたします。